東海道、山陽、九州の旅、ずいぶん長く続いていますが、皆様にもお楽しみいただけているようで何よりです。九州ももうぐるっと一周して佐賀県だけ行けなかったんですけどね、ほとんど回ってしまいました。まあ大体やることもないかなと。そして今福岡県の中心、福岡天神にいますが、じゃあこれからどうするか。実はこの福岡市には非常に素晴らしい世界一と呼ばれるようなものがあるのです。それをご紹介しようと思います。そしてせっかくならそれを皆様に当事者としてご紹介したいと思います。福岡空港です。博多駅からは地下鉄でわずか2駅5分、この天神からも十数分で至ることができる、世界的に見ても街の中心から近い空港ということで知られています。こんなに便利な空港はありません。だって皆さん考えてください、東京の中心とかね、大阪の中心、あの梅田とか丸の内からそんなすぐ飛行機に乗れないじゃないですか。地下鉄で2駅で行けるんですよ。銀座に空港があるようなもんじゃないですか。信じられないことです。もうあっという間に飛行機に乗ろうということを思い立ってから50分後ぐらいの飛行機に確か乗り込んだと思います。空港に行ったらすぐもうスカイメイト割引みたいな、そういうのがありまして、全日空の場合はスマート U25 っていうのかな、1万円ぐらいで沖縄までひとっ飛びです。当日に切符を買ってこんなに安く乗れるなんてね、もう未成年若年層は大変優遇されているものです。鉄道も学割がありますけど、飛行機の方がねすごいなと思いますよ。この外の様子見てください。旅行チャンネルではない方、交通チャンネルでもご紹介しましたが、向こうの方にあんだけたくさん家が立ち並んでいてね、こんな空港からすぐ近くに民間の建物はおるか、家まであんなに存在するのかと。今エンジンをものすごく鳴らせて飛んでいるところですけれど、これうるさいうるさいというふうに言われないのかなと、まあ、言われなくはないらしいんですけども、実際言われるらしいんですけど、でもそれよりも世界一と呼ばれるこの利便の高い空港を結構福岡の人たちは誇りに思う傾向が強いというふうに私は聞きました。実際どうなのかは分かりませんけどね。確かに便利で、また夜10時以降はもう飛行機の離発着も大幅に制限というか、まあ、原則禁止ということになっているそうですから、うまいこと折り合いはついているようです。いや本当にこんな便利な空港があってね、福岡の方は羨ましいなとつくづく、本当につくづく思います。私も気楽に利用することができています。さて、そして空の上を飛んでいる時間もそれなりにはありました。1時間40分ほど飛んでいったのかな。沖縄って遠いんですよね、あの本土から。こんなに遠いところだとは知らないんですけれど、さすがに船で行くことはできないのかなと思っていましたが、船で行く方法もあるみたいです。また今度鉄道チャンネル、旅行チャンネル、どっちの値段になるか分かりませんが、ご紹介してみたいと思います。反対側にまた飛行機も飛んでいって、福岡空港もそれから那覇空港もそうですが、滑走路が一つしかないため大変に忙しい空港で、よく飛行機の遅れなどが発生しているようです。いつも那覇空港に着陸するとき、非常に青く澄んだその海が、とても、ね、綺麗で、あの楽しみにしていたんですけれど、残念ながら今日はもう随分日が傾いていたので見えませんでした。向こうには自衛隊の飛行機も止まっています。自衛隊とも共用している関係で、新千歳空港も同じような感じですが、よく飛行機の離発着がね、あのちょっと待ってください、自衛隊優先ですからということがあるみたいです。ここまで乗ってきた飛行機はこっちではないんですが、あのボーイング767、2人掛けの席でしたが、窓側は誰も、通路側は誰もおらず、快適に過ごすことができました。九州の旅も終わりまして、あの九州をもうちょっとゆっくり一周するつもりだったんですが、思ったより早く回ってしまいましたので、福岡でお買い物とか遊んで時間潰しと思いましたが、やっぱり飽きてきまして、どうするかいろいろ考えてですね、福岡空港という立派な空港がありますので、じゃあ飛行機に乗って気分を転換、どっか行きましょう、来ましたのが沖縄です。あの沖縄が九州に入るかという議論をまずこれしたいと思うんですが、九州の旅ですからね、一応ね、あの九州というのはもともと語源的にはですね、旧国名で申し上げます と東の方から豊前、豊後、日向、薩摩、大隅、それから肥前と肥後と、あともう、あと2つあったのなんだっけな、筑前、筑後か、これでもう全部九州あのカバーしちゃってるんですね。つまり九州の本土のですね、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、大分県の7都道府県な、てか7県で、ね、もう九州は全部終わりなんですよ。だから語源的には9つの州といえばもう完全に今のいわゆる九州のあれしか指さないんですが、じゃあ例えば対馬といいますと、対馬は長崎県なわけでして、今九州に含まれていますが、もともと対馬というのは別だったんですね。九州には入ってませんでした。あの旧国名対馬は対馬だったんですよ。それから、旧国名でもう一個言えば、壱岐、鹿児島じゃない、福岡県の北の方にある壱岐という島ありますけど、あの壱岐もあれもまたあの九州に入ってなかったんですが、今福岡県で九州に編入されてますんで、沖縄県が九州であるかないかというのはかなり微妙なところだそうです。一般人の感覚としては、沖縄県を九州と含めるという人もいるんだそうです。先日別府に乗った時、九州で唯一温泉のないところはどこか分かりますかとタクシーの運転手さんに問題を出されまして、私は全く全部の九州で素晴らしい温泉地が各所あることを知っていますので、いやいやそんなところ思い浮かべませんよ運転手さんと言ったら、それは沖縄ですと言われましたが、私はなんちゅうとんち問題だと、その時ちょっとね心はなんか悔しかったんですけど、でもそれはそれでそういう考え方もあるのだそうです。
で、そういうわけでやってきました。まあ、沖縄は昔は琉球といったわけですけど、まあ、あの沖縄の歴史は私申し訳ない、あの鉄道が走ってないところの歴史はよくわかりませんので、あのとりあえずまともに沖縄を観光するのがこれが初めてですから、どんなもんがあるのかなとここを見ていくぐらいでいいかと思います。今年の3月ぐらいに沖縄に来ましてね、ものすごい勢いで那覇に行って県庁のところとか見て、あの海を適当に見て帰るということはしましたが、あのちょっとでしたんでね、具体的に何があるかなんてことはほとんど分かっておりません。あと与那国島に行っただけですね。ちなみに私今この格好をしてるわけですけど、これかなりですね暑いものでして、この格好をするには暑い。ただいまの気温は25度でございます。ちょっとね、もうちょっと脱いでくりゃよかったなって気にするんですけど、まあでも暑すぎるということもないです。この下にはですね、私は自慢のヒートテックなるものが入ってるわけでして、特にもうポカポカ、また湿度も高くてですね、なんだか肌の状態がとても良くなりそうな予感さえするものです。よろしくお願いします。1日乗車券を購入しました。もう夕方の5時半なわけですが、今から買っても無駄と思うかもしれないけれど、実際には24時間券でして、東京の地下鉄の乗り放題の切符と同じ運賃は800円になっています。多分今日は400円分くらい使うと思うんで、元が取れるかどうか微妙なラインなんですけど、まあ取れなくはないでしょうかね。まあ取れなくてもいいかな、そのぐらいです。ここが那覇の中心部、国際通りがこの奥のあたりに続いていて、あの明かりのところですが、右側にありますのが県庁で、県庁前という UL の駅がおそらく那覇の中心の駅だと思われます。やっぱり木もどことなくね、上がこう広く南国風になっていて、多分あれはああいう風な形をしているのって、下の方は他の木に隠されてしまうからなんでしょうね。こういうところでは植物の生育は非常に、やりやすいそうです。琉球新報ってこれから警視庁風の建物ありますけど、よく基地問題とかで、ね、ネットニュースで見ると琉球新報って書いてありますけど、あれはここが作ってるんですね。今晩はそれほど沖縄を見て回ることはありませんが、まあ、国際通りがどんなところかぐらいは言ってもいいかと思います。ただ私もあまりよく分かりませんので、今回は、ね、こういうものを買いました。私は鉄道が通ってないところの観光というのはほとほと疎いのです。ここのホテルは1泊4000円ぐらいで非常に安く、2泊で8000円ぐらいなわけですけど、でもやっぱり街の中心部であることは間違いなく、日経新聞の那覇支局とかね、いろいろこう、まあ、大きな会社みたいなのもたくさん並んでいますが、でも地価は高くないみたいです。こんな大都会なのに、ね、不思議なことですが、でもねやっぱり旅行慣れしてる身としてはね、私は一応日本中どこでも目をつぶって歩けますみたいな自信があるわけですけど、梅田の周りがどうなってるかまあある程度は分かるしね、大阪そんな詳しくないけど、でもこれを持って歩いてるとね、ちょっといかにも不慣れな初めて来ました観光客みたいな感じで、ちょっとみっともないわけですが、まあでもね、知らないものはしょうがないと、なるべくこれは内側に向けてですね、自分のこうプライドを維持するのに、なんていうんですか、こう役立てたいと思います。まあこういう持ち方をすればある程度は分からんでしょう。これはね、また周りの客もそんなことを一切気にしていないのに、単純に私の自意識が過剰すぎるというだけ、それはね皆さんにお伝えしていて、またさらに一層の恥ずかしさを増殖しているような気もしますけど、私はシーサーというのが何なのかもよく分かってないわけです。獅子舞のお化けかなみたいなね、風神雷神の雷神となんかこう獅子舞を合わせたらこんな感じになると思ってます。遠くオリエントから西域を経て中国に入り沖縄に伝来した獅子像である。まあ、つまりオリエントですから、どこなんですかねオリエントって、よくわかんないんですけど、まあ、西洋の方ですよね。那覇市70周年に際し聖発展を記念して徳志家、なんとかさんから寄贈されたものだそうです。91年、ということは那覇市は1921年からですから、へえ、結構新しいんですね。21年は大正時代、いや昭和か、いや大正か、大正ですね。大正年間にようやく市制になったんですね。それまでは市でさえなかったということか。私は国際通りの語源も知らんわけですが、まあ、これがそうですね、前にも一度来たことがありましたが、前来た時朝の9時とか8時台でして何にもやっちゃいませんでした。次に来たらばここでなんか美味しいもん、沖縄料理でも食べたいなと思いながら、空港でゴーヤチャンプルを食べたのを思い出しますが、今日だったら問題なさそうです。バスもひっきりなしに往来していて、沖縄県下ではもうこれが唯一の公共交通機関と言ってもいいわけですから、盛んにこれから明日などを利用させていただくことになるんでしょう。本当に照明が美しいからね、ハワイみたいな感じですよ。南の島、暖かい空気とヤシの木と、そして大都会、いやいいですね、明るくて。渋谷のスクランブルをハワイに移設してちっちゃくした感じだな、非常にそういう感じがしますよ。観光客向けに明るく照らしてますんでね、やっぱり福岡の天神よりも、多分福岡の方が圧倒的に都会なの間違いないんだけど、やっぱりなんかこう明るくて楽しいところみたいなイメージはこっちの方が強いです。いや天神が本気で牙を向いたらね、これは国際通りは蹴散らされるかもしれませんけど、でも動画として映してにはこちらの方が魅力度は高そうに思います。まあ実際おそらく那覇市の方が福岡市よりも観光客を多く集めているんじゃないでしょうか。
これソーキそばですね。初めて食べるんですけど、なんかこんな肉みたいな、あ、美味しそうだな。こうなんかラーメンみたいですね。今日そういう昼間もラーメン食べましたけど。こいつあとあれか、あのラフティーとかで豚の角煮というのが沖縄県の名物なわけですが、それが混ぜ込まれたチャーハンです。大きさがそれほどないので、一人で二つ食べることぐらいは可能なわけです。うどんとラーメンの中間っていう感じですよね。あ、何なんだろう、こう、まあ美味しいですよ、とにかく。お店のインスタグラムみたいなので写真撮ってもいいですかって、こんな一人で来てる男をね写真撮ってくる、まあまあまあそうかと思ってね。まあ、私一応あのネットで、まあ、飛行機とかに乗ってるとたまに話しかけられるぐらいの知名度のある YouTuber なんですけどと言ったらですね、本当ですかね、こんなね汚い格好して、まあ、今日は汚い格好じゃないか、さっきね天神で買ったばかりの自慢のベストですから汚くないんですけど、あのそれでね、あのお店のインスタグラム私が出るらしいです。まあ、せっかくだから私が忘れてなければこの動画の説明欄もしくはコメント欄のところにこのお店のですね、あのなんですかあれ、アドレスみたいな投稿のアドレスがあるはずですから、ぜひ皆さんもあのご覧になっていただいて、国際通りのこのお店を寄られるといいと思います。これ美味しいですよ、おすすめですから。おお、すごいな、ありがとうございます。本当ハブマスターですね。はい、はい、生きてるとこっちから、はいはい、生きたい方ですか。あ、ここからこう、あ、そうですか、はいはい。ちなみにこれどこ入ってんの。はい、これ死んでますね。うん、ですよね、はい、生きてるところの今の目が、あ、これですね、ですよ、この、はい、あ、これが消えてると死んでるという私なんですね。へー、普通は猫も丸飲みしますからね。あ、そうです、え、猫ですか。猫も丸飲みです。あー、はい、ありがとうございます。この口に猫が入るのか。あ、これですね、視聴者の皆さん、あのハブマスターという方がおいでになってですね、ハブ酒を勧めてくれたんですけど、ハブ酒リキュールとこう書いてありますが、あのハーブとそれからハーブをこう混ぜ込んでですね、あのこれは泡盛って書いてありますけど、あの多分あれですよね、あの沖縄県の特有 の度数の高いお酒なのかなと思いますが、その結構いい泡盛にですね、このハーブを入れて、それで今こう出汁を取ってるっていうんですか、私飲んだことありませんけど、アルコール自体も飲まないわけですが、初めて見ましたよ。すごいな、本当に。あ、すいません、はい、これは美味しいです。なぜかというと、はいはい、これは全部使わないんですよ。はい、あ、そうなんですか。継ぎ足し、ね、あ、はいはいはい、え、じゃあ美味しい部分っていうのはどういうことですか。すいません、こっち、あの沈殿していくんですよ。あー、なるほど、下の方が美味しいわけですね。そうですね。へえ。はい、おお、ね、はい、袋を入れていきます。はい、ありがとうございます。そう、私あのあちこち旅行するようなやつを出していて、はい、あの全国こういう名物があるとかそういうのやってるんですけど、はい、ロックとストレートでお出しいただきました。これね、あのこんな感じで、まあ、ロックかもしくはストレートで飲むのが標準らしいんですね。あの水割りとかそういうハイボールみたいな、そういうねわけのわからない飲み方はないそうですよ。うん、色がこれであのいいやつだと透明ではなく、まあ、透明なんですが無色ではなくて、このように茶色みを帯びているんだそうです。で、今も説明いただきましたが、下の方にですね沈殿しますので、そこの方から取ったものの方がより良いと、そういう風に教えていただきました。あ、普段アルコールでは飲まないというか、まあ、全く飲んでないわけですよ。ちょっとね、やっぱあの少しぐらいこうペロッと舐めてみると、まず度数が40度だそうですから、あのそれだけでも、ね、刺激が強くて慣れない私にはという感じでもね、意外となんていうの、私飲まないけど、でもこれ飲みやすいという風な部類に入ると思いますよ。なんかこう見た目ほどの衝撃とかそういうのはなくてね、あのなんだろうな、女性向けとかそういう なんですよね、結構そういう方にもそう人気らしいんですけど、確かに納得だなという感じがしました。まあ、これをこうごくごくと飲むようなことは私は控えておきますが、あのお好きな方はぜひ、これも多分あのめったに飲まない私から勧められても説得力ないかもしれないけど、お試しになるといいと思います。いろんな沖縄料理屋さんに各所書いてるんで、うん、一度味しとくやつ、ね、違うと思うんで。あ、じゃあもう店によって結構違ってくるわけですね。そうですね。あ、そうそう、あの視聴者の、ね、皆さんに言っとく、あのこのハブはなんか1メートルぐらいのものでも2万円から3万円とかするそうでして、3メーターほどになると10万円とか、そんな結構高価なものなんですね。これで4万円ぐらいとおっしゃってましたね、さっきこのお酒がだそうですから、かなり確かにそうですよね。こういうの捕まえてきていろいろやるっていうのは大変なことだっていうのよくわかります。中にはハブが何頭か、まあ、何本かというのか、どう数えるのか知りませんけど、入ってるようなタイプのものもあって、それは相当高価なんだそうです。泡盛というやつすごい本当に強いんでね、ちょっと舐めただけでしたけど、まあそれぐらいでいいかと思います。ほとんど残してしまいましたけど、その点についてあらかじめお伝えしましたから、あ、別に問題はなかったし、味を知ることができてよかったです。ハブ酒のお店、まあ、結構いろいろあちこちになりました。そこでも酒とか言ってね、いろいろ売ってるのが見えますが、まあ、勝手に入ってって撮影するわけにはいかないし、買って飲めるわけでもないので、まあ、これぐらいにしておきたいと思います。これから 1.6 キロほどの間、国際通りは全てこんな感じ、きらびやかで、奇跡の 1マイルとかいうのかな、なんかそういう風なね名前もついていたらしいですよ。
でこの国際通りはねきらびやかな限りを尽くしてるわけですけど、前来たことなかったんですが、一本裏はどうかと、あの仲見世通りの脇みたいなところは、あそこはあそこで面白いですけど、国際通りの裏側は、あでも国際通りの裏はちょっと残念ですねみたいなことを言うつもりでしたが、あの駐車場とかねタイムズも満車になっていて、あそこにもお店とかいろいろあるし、でそれからまあ様々こうホテルとかなんとか、やっぱり国際通りの裏側もそれはそれで栄えているように思われます。まあそのさすがに明るさはないけれど、夜8時9時の街の裏側としては結構いい方なんじゃないでしょうか。やはり那覇は大都会なんだなというつもりです。あのあらゆる観光地共通なんですけど、あの中国人観光客対策というかね、あのドラッグストアに中国語みたいなのを併記して、それで免税みたいなの書いてあると、あれはどこも一緒なんですね。出たよあれ、あの日本一ふざけた T シャツ屋とか言ってね、あのこうやってんの、こういうの結構人気出るんですよね。面白いやり方だなと思いますけど、ちょっと品がなさすぎるかなという方な気もします。牛がなんか光ってますけどね、なんかこうアメリカっぽい感じがしますよ。あのエリアだけ見ると なんかこう、まあ別にだからどうということはないんですけど、明日本当にアメリカ街みたいなところにも行けばいいでしょうか。マクドナルドの看板も見えます。後ろ側だったかな。見てるとね、究極に品がないものってのは並んでないし、あのどことなく秋葉原とハワイをなんか足して2で割ったような雰囲気もしますけど、でもなんていうの、あのやっぱり観光客向けのとかゲームセンターみたいなものがあるみたいですけど、ゲームセンターはないか、生はないか、お土産屋さんとかね、割とこういう観光客需要をそれなりに掴むようなものぐらいしかありません。ホテルのジャルシティか、ホテルがあんまりこの通り沿いにはないようで、多分裏に1本入ったところにはたくさんあるんでしょう。ホテルもね、県庁前の周辺にはすごいたくさんありまして、さっきも言ったように安いし全く不便のないところですよ、この那覇の中心部は。居酒屋の呼び込みみたいなのがあるのもね、これもまたなんか東京的だというかね、大阪でもああいうのやってるのかもしれません。やってましたね、名古屋でも見たけど、まあそういうのが成立するだけやっぱり都会だということですね。あそこにですね、こう輝くばかりの JR 九州ホテルと書いてあります。いや、この沖縄県でね、あの福岡から東京博多間ぐらい、もうね、南西かな、南西だと思うんですけど、1000キロぐらい離れたね、この地にも JR 九州の資本が来てるかと思うと、鉄道マニアとしては大変嬉しくなるものです。あそこにはですね、アメリカシアトル発のなんとか本格的コーヒーショップ、スターバックスもあります。他は何かあるかな。見た感じだと白木屋とかそういったチェーンもありますけど、まあ、あのいくら離れててもね、ここは日本なんで、日本全国股にかけたようなそういうあのチェーンがいっぱいあるというのは、そんな別におかしいことではないでしょう。バーガーキングはあそこか。なんか自動車も、ね、まあ、この自動車がたまたま大きいからかもしれませんが、アメリカ感がありません。デザインもなんか違うような気がするんですけど、それは気のせいかもしれませんね。さすがにここは日本ですから。でもここら辺からあの入り口のところも明るかったけど、この辺りがまたひときわ栄えてきた感じがします。なんかアメリカっぽい自動車が通ってるな、これ見るとアメリカって感じがしますよね。まあ大体国際通りはどこも同じような感じですが、なんというかね、少しあの見ていただいて分かると思うんですけど、デザインのセンスが違うというか、一昔前というか、ニューヨークで見たことはあるようなと言いますかね、アメリカ的、まあやっぱそういう感じなんですかね。昔はパスポートがないと来られなかったようなところですから、その時代の名残でしょうか。なんか日本でよくやられているような、あの電飾の方法とは違うんですよね。ちょっとこう、なんですか、その悪い意味ではないんですけど、アメリカ的な汚さが見られるような気がします。で歩いてたらですね、あの国際通りの反対側まだ続くのかな、これずっとそうかもしれませんけど、まあ、ともかくここにモノレール、ユイレールが見つかりまして、ずっと歩いてて、それでね、また向こうまで引き返すの嫌だなと思ってたら、ちょうどいいところにあったんですよ。どうですか皆さん、こう浅草寺歩いててね、神社のところまで行って中見世引き返すのがめんどくさいなと思ってたら、そしたらまた反対側に、ね、あの銀座線とかの駅があったと思ったら嬉しいじゃないですか。しかも私の手元には素晴らしい1日乗車券があり、これがあればこのユイレールの帝王となることができるのです。たった一駅であっても躊躇なく乗車することができます。向こうにはハワイっぽい建物もありますけど、まあここまで奥にあるのが大和ロイネットホテルだそうです。